はい、こんにちは、税業専門の税理士川美奈です。 本日の動画は確定申告しなくていいのするの一体どっち確定申告をしなくていい金額と条件についてポイントと判断できるように動画で学んでいきましょう。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは本日の動画確定申告をしなくていい金額と条件とはについて紹介していきます。本日の内容です。まず確定申告とは何かというところを説明してから確定申告が必要なケース、確定申告しないといけない人はこういう人ですよっていうのを紹介していきます。そして そして、確定申告をしなくていい人の金額と条件について説明します。そして、しなくてもいいけど、要注意ですよっていう人をピックアップします。そして、最後のとめです。本日の内容はこのような流れでいきますので、よろしくお願いします。このね、確定申告をしなくてもいい金額と条件っていうのは、すごく聞かれるポイントですので、本日の動画でしっかりと押さえていきましょう。まず、確定申告とはについてなんですけど、これは、税額の自己申告をするというのが確定申告です。自営業フリーランスの方は、1月の1日から12月 3月31日、1年分のビジネスの動きを確定申告ということで、税額の自己申告をして、3月の15日までに確定申告を提出するという、これが確定申告です。会社員でも年末調整をしていない人は必要になります。要は収入金額に対する納税額、税金を自分で計算して申告するというのが確定申告です。これを自己申告制度っていうんですね。日本は自己申告制度を採用しています。要は自分で収入を計算して、税金額を計算して申告するという、自分でやりますよという事 自己申告制度を採用しています海外ではね、自己申告ではなく国側が計算してくれてあなたの税金いくらですよっていう風な制度をとっている国、地域もあります。日本は自己申告制度ですので確定申告を必ずするようにしましょう。もし確定申告をしなければいけない人が無申告をしてしまったりとか期限後申告の場合はペナルティがつけますのでここは絶対に気をつけてしないといけない人は必ず確定申告するようにしてください。ペナルティとはどういうものかといいますと、まあ、税金に延滞税がついたり、あと無申告という ということで無申告加算税がついたり、悪質な売買は重加算税などペナルティがついてきますので必ず無申告はやめてください。そしてあと期限無申告もやめるようにしましょう。ペナルティが発生してしまいます。それでは次にですね確定申告を必要しなければいけない人を順番に紹介していきます。はい確定申告が必要なケースですね。まず一つ目個人事業主やフリーランスの方です。基本的にこの方は確定申告が必要だと思ってください。まあ、事業所とかプラスになった場合っていう風なね例外もあるんですけど、まあ、税金がゼロとか。 ね赤字になると確定申告しなくていいよっていうふうに聞いたことがあると思うんですけどもそれはねまた一旦後ほど説明するので置いておいてまず一つ目ね個人事業主やフリーランスの方は基本的に確定申告が必要だというふうに思っておいてくださいそして二つ目です確定申告が必要な人会社員で年収が2000万円を超える方ですこの方は給与収入のみだけだとしても年末調整自体が対象外となってしまいますので会社員でも年収が2000万円を超える方は確定申告をするようにしてください公的年金の受け取り額は4万 100万円以内の人は確定申告しなくてもいいんですけどその時には条件が1つありますので注意してください。この公的年金以外の所得がもう20万円以下っていう20万円ルールがあります。ですので公的年金の受け取り額が400万円以内だとしても公的年金、まあ、年金もらった以外の所得何かある個人事業主をしているとか不動産収入があるっていう方はこちら該当しませんのでお気をつけてください。年金の受け取り額が400万円以上の方は確定申告は必要です。でじゃあ次のスライドでどんどんいきましょう。株のの取引で一定定利益を得た場合も確定申告は 必要となります、まあ、一般口座で売却収入が20万円を超えている場合は、定申告が必要となります。これね、あの、源泉徴収なしのと株の取引をしている方も、確定申告が必要となってしまいますので、ここはお気をつけください。そして次のポイントですけど、給料の他に所得があった場合、この方も確定申告が必要なケースに該当します。給料以外にね、何か、ね、所得があった場合、この給料以外の所得が年間20万円を超えてしまうと、確定申告をしなければいけない風になります。これが20万円ルールという風に呼ばれてるんですけど、 じゃあどういった方かと言いますと会社員の方が、ね、副業などをしていて給料以外の所得が年間20万円を超えた場合です。この方は確定申告が必要になりますのでお間違いのないようにしてください。そして次でですす2所以上から給料を得た場合です もう1カ所でね正社員されてて、もう1個働いているとかね、場合ですね、2カ所以上から給料を得た場合、基本的に年末調整っていうのは1カ所でしかできないので、こちら側でね年末調整はしてくれても、もう1カ所の給料をもらっているものが、要は年末調整できないふうになりますので、その場合はこちら2つの収入を合算して確定申告することになりますので、2カ所以上から給料をもらっている方は確定申告が必要になると思ってください。そして最後です、不動産所得がある方です。これはね何か土地や建物貸貸ししてている賃貸している賃、まあね、不動産収入が あるって方は必必然的ににこのの確確定定申申告告がが要なケースに該当ししますので不動産所得がある方は確定申告をしてくださいはいそれではね確定申告が必要なケースをねざっと紹介したところでいよいよねこの確定申告をしなくてもいい金額と条件についてポイントをね紹介していきたいと思いますポイントは3つです3つの方ですこの1つ目金額と条件についてなんですけど先ほど言ったように副業の収入が20万円を満たない場合は確定申告をしなくても OK です要はね先ほど言った20万円ルールって方ですね要は会社員 で会社の方の収入は年末調整を受けている会社員のみが使える条件です副業の収入が20万円未満を満たない場合は確定申告をしなくてもいいというふうになっていますでここで気をつけないといけないんですけど個人事業主やフリーランスは話が違いましてこの20万円ルールではないのでお気をつけてくださいこれなんかね噂でこの20万円ルールが個人事業やフリーランスにも当てはまるっていうふうに思ってらっしゃる方がいるんですけどこれは年末調整を受けている会社員のみが使える20万円ルールなのでそこはお気をつけてくださいはい次に 個人事業主はフリーランスでで確定申告をしなくていい人の金額と条件です事業所得が48万円以下の場合は確定申告をしなくても大丈夫です。これはどうしてかというと申告しても税金がゼロになるからですね。よくね、税務署で、ね、赤字で、ね、申告して持っていったら税務署の職員の方からね、ああ、なんか税金ゼロになるから別に確定申告の必要ないですよって言われましたって話をね、あの聞いたことある方もね、いるかと思うんですけど、要は事業所得が48万円以下になった場合、申告しても税金はゼロになるので確定申告をしな 金額と条件に該当します。そして3つ目です。これはね、会社員の方です。会社から年末調整を受けていて、かつ、他の収入が何もないという方ですね。この方は、基本的に確定申告はしなくてもいい条件の方に該当しますので、その場合は確定申告しなくても考えなくていいというふうに思ってください。会社で働いていて、年末調整を受けていて、他の収入がなければ申告はしなくて OK です。1つ注意点があるんですけど、住宅ローン控除の1年目の方は申告をしなければいけません。また、医療費控除があるっていう方は、 医療費控除の年末調整に入れ込んでくれませんので、医療費控除があるという方は、ここの会社員から、ね、年末調整を受けて、他の収入がないに該当していても、医療費控除分は確定申告しないといけなくなるので、気をつけてください。またもう一つ、ね、そういうパターンがあるんですと、ふるさと納税されている方ですね、これワンストップ特例を使ってなくて、ふるさと納税をしている方は、ご自分で確定申告が必要になってしまうので、その点だけはお忘れないようにお願いします。これね、せっかくふるさと納税したのに、確定申告しなかったからね、節税に繋がらなかった、税金戻ってこなかった、えー、所得税控除が受けれなかった、 民税の、ね、減額の対象になってなかったというふうになる方たまにいらっしゃいますので忘れずにふるさと納税をした方はワンストップの特例制度を使ってなければ確定申告をしてください。あとですね年末調整を受ける時期に提出した書類を忘れ提出し忘れたとか間に合わなかったとっいう方もいると思うんですよ。あとで出てきたとかね地震控除の証明書があっていう方はその方もねあの確定申告すればその分控除した金額で税金を再計算してくれますのでそういう方も会社員で年末調整を受けていて他の収入がなくて確定申告はしなくていいんですけどあの忘れてる提出 処理がが漏れている方方はした方がお得になります基本的に確定申告をしなくていい金額と条件はこの3つを押ささえてくださいこの3つに該当しているかどうかで判断をしましょう。1つ目がこれですね。副業の収入が20万円見てない20万円ルール。そして事業所得で48万円以下、税金がゼロになる方。そして3つ目、会社で年末調整を受けていて他の収入がいない方。この方は確定申告をしなくてもいいですよっていう判断基準になります。じゃあ次にね、確定申告しなくてもいい金額と条件に該当したよっていうふうになったとしても気をつけなきゃいけないポイントがある その注意すべき点を次のスライドで紹介します。注意すべき点です。あえて確定申告をした方がお得なケースがあります。例えば自営業で赤字の場合、税金がゼロになるから確定申告しなくてもいいですように該当したとしても、損失を繰り越す。まぁ、あ、ゆくにゆくね、もしね、黒字になったときにこの赤字の部分と相殺できるっていう仕組みがあるんです。そういう時の場合に確定申告をしておくっていうのが条件になりますので、あえて確定申告をした方がお得になります。また、厳選徴収されてるアルバイトの方ですね。これアルバイト 年末調源泉徴収されているその源泉徴収票というのを持って確定申告をすると税金が還付されるケースがありますのでここはあえて申告した方がお得が取れるという場合もありますそしてもう一つ年の途中で退職された方もあえて申告をした方がお得です退職して会社を辞めて次の就職先が年末調整できる時期にうまく潜り込めるもしくはねあじゃあこちらで年末調整してあげますよって言ってくださればあのしなくてもいいんですけど年の途中で退職して次の、ね、就職先が タイミングがこうずれれてて年末調整してくれなかったもし、くは次のね就職まで少しブランクがあるという方は、絶対に必ず確定申告をした方がお得になりますので、確定申告をするようにっていう風に頭に入れておいてください。そして2つ目の注意点です。ここです。ここ忘れないようにしてください。所得税のね確定申告しなくていいからというと、漏れがちなんですけど、住民税の申告は必要になります。住民税の申告って何かというと、お住まいの市区町村に対して出す書類になります。これは所得税の確定申告書が必要ないよというパターンを3つにます。 余ったとしても住民税の計算のためには必要になりますので、ね、ここはお忘れのないようにきちんと手続きをしてくださいはいまとめです確定申告はしなくていい金額と条件が確かにありますそれが先ほど紹介した未つのポイントですねそして逆にでも確定申告をした方がお得なケースもあるっていう風うなことも説明しましたここの確定申告をしなくていい3つの判断基準に該当したとしても逆に確定申告した方が得っていうケースもありますのでそこはその内容にお気を付けくださいはいそして3つ目が住民税の申告を忘れ はい。でも本日はね、よく質問のある確定申告しなくていい金額と条件について動画で解説しました。このようにね、自営業やフリーランスに向けてのね、あの役に立つ情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、いいねや高評価ボタン、コメントいただけるとすごく励みになるので、お願いします。私はあと、インスタグラム、ツイッター、ティックトックもしてます。ティックトックはフォロワー5.5万人いますので、ぜひそちらの方ね、他の SNS も気になるよって方は、 まあ発信してる情報がまだ変わってますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。概要欄から飛べるようになっています。あと私は税理士川見野もオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。要はオンライン上で税理士を味方につけるっていうのをコンセプトに、一つ目のメリットが質問相談がオンラインですることができる。いつでも OK です。そして二つ目、サロンズームを定期的に開催して私と人、まあ、入っているサロンメンバーとの横の情報、交換ができたりとか、企、まあ、業によっても、ね、これから始める人、数年で起業して立った人っていうふうにね、ベテランさんといろんな方いますので、そこで情報 交換できるということででサロン好評です3つ目のメリットは税理士の裏側を公開しています。今、自分がね、私が今どうやってビジネスしているか、今どんなことを手がけてるか、あと SNS の集客、どうやってやってるのかとか、まあ、SNS や TikTok の裏側を見せる時もありますし、また税金情報、時事ネタや補助金情報など新しいものが入りましたら、すべてオンラインサンロンのみに投げていますので、表には公開していない情報が盛りだくさんです。ぜひオンラインサロン気になる方は概要欄の URL に貼ってありますので、ぜひそちらの方からクリックしてお申し込みください。 参加お待ちしてますみんなねほぼほぼ YouTube から来たっていうメンバーさんが多いので知らない人ばかりでどうしようっていうふうに思わなくてもいいかと思います安心してくださいはいもう一つ私は本を出版することになりました2022年の1月に出版予定です今ね絶賛執筆中ですどういう本かと言いますと自営業やフリーランスが起業するにあたって必要な抑えるべきポイントをギュッと詰め込んだ内容にする予定です Q& 形式で進んでいきますので自分の気になる Q、まあ、質問から読んでいただければ1回の センテンスでそこだけ抑えれるっていう風にね、好きなページから読めるまあ、流れで読むのももちろんいいと思いますので Q& a 形式で進んでいく経理本になりますぜひ、ね、出版するときには皆さんよろしくお願いしますまた Amazon 予約が始まったり他情報が出ましたらこちらの方でもお知らせしていきたいと思いますのでぜひよろしくお願いしますはいそれでは本日の動画は以上になりますいつも最後まで見てくださっている方本当にありがとうございますあとフォローしてくださっている方も本当にありがとうございます、ね、いいねやコメントチャンネル登録もぜひよろしくお願いしますさあそれでは本日の動画 以上になります確定申告ねしなくていいのかな自分はどうなのかなと思っている方の判断基準になれば幸いですそれではまたの動画でお会いしましょう税理士カオミでしたまたの動画でそれではまた